練習参加した時に当時監督が風間さんもそれで OK が出たから、デビュー戦がのマッチアップした相手が牧野と選手サッカー選手で5年やってで普通に就職するみたいな。きついな、それは結構難しいと思う。ほんま心配で仕方なかったっす、うん、正直、うん、ほんまにできるんかなっていう。まあでもやっぱサッカーはシンプルに好きですし、うん、まあ、やっぱりもう一回 J に戻りたいっていうのもありますし、うん、サッカーやめたらどんな人間になんねやろっていうのがちょっと怖いっす。あ、どうもグローリーチャンネルのグローリーです。本日はですね、僕のチャンネルでは珍しいんですけど、対談というかね、インタビュー形式というか、いろんな話をチームメイトに聞いていきたいなと思います。まあ、今ね、横におってめっちゃ緊張してガチガチのやつが、まあ今も動画上がってるかな、先日、うちの監督、高校の監督をしてて、その人にね、トレーニングを受けてきたんですけど、その動画でもだいぶね、名前が出てた、大垣っていうね、チームではガッキーって呼ばれてるんですけど、そのチームメイトに今日は高校の時の話やったり、プロに入ってからの話やったり、いろんなものを聞いていきたいと思います。グローリーチャンネル。まずは自己紹介の方からしていただきたいなと思います。レイラック滋賀 FC38 番の大垣ゆきです。出身は大阪です。出身の高校は広告高校です。ちょっと待って、お前普段と違いすぎておもろい。お前こういうの苦手ないな。こいつ YouTube 出たいって言ってたのに全然普段とちゃうやん。あ、変わらついとったの。いつ死ぬか言っとったの。いつ始まるってなったらもうガチガチです。いや、もう可愛い後輩な。一応ね、チーム内では後輩みたいな感じなんですけど、もううちの監督がほんまにもうびっくりするぐらいにずっと楽器の話してて、あいつはほんまにすごいみたいな。まあ俺も高校の時からもう知ってたし、超有名人ということでね、今回めっちゃ緊張してるけど、インタビューとか対談ね、していこうという感じなんですけど、じゃあ経歴からいこうか。どこ出身とかそういうところから。小学校と中学校が、枚方 FC っていうチーム入って、高校で広告高校に入学して、高卒で名古屋グランパスに入団して、そこから1年半、特別して合わせたら2年で、岩手ブルージェ盛岡にレンタル移籍して、1年半盛岡でプレーして、ラトビアの RFS っていう、ラトビアで2強なんですけど、うん、この片割りに、すごいな、移籍させてもらって、そこからレンタルで BFC ダウガフピルスっていうチームに移籍して、うん、で1年経ってもう一回日本に戻ってきて FC テアム平高に移籍して、うんうん、で今年の夏からレイラック滋賀に移籍してました。っていうことは6、7チームぐらいプロになってから5チーム6、すごいな、6回ってんのか。俺よりも年下で6チーム回ってんのか。そうっす、すごいな。まあまあまあ、今ねこういうざっくり言ってくれた経歴とかをちょっとしっかり掘って、こういう選手なんだよっていうのと、まあサッカー界のねリアルみたいなところもこの対談で届けれたらなと思うんで、そういうところを楽しみにしててください。あ、じゃあ中学校の時からちょっと掘っていこうかなと思うんやけど、枚方でサッカーしてて広告高校に行ったやん。その広告高校に行く時っていうのは推薦とかそういう声がかかったとかで行ったんか、それとも自分で、うちの監督その時も有名やったから、はい、それで行きたいってなったんか、どういう感じなの。枚方 FC の時に僕らの代関西大会に出て、うん、それが夏前の大会で出て、その試合で内野さんが見に来てくれて、うん、で推薦をもらえたっていう。ああ、ほなじゃあもう推薦で広告高校に行ったみたいな。そうです。結構広告っていうのは推薦多い。いや、そんな多くはないんじゃないですかね。まあ何人かぐらい。そうっすね。同期やったら僕が知ってる中でも10人おるかは。人学年何人ぐらいあったっけ、広告って。人学年は100人です、サッカーが。すごいな。ってことは3学年やから300人ぐらいか。そうです。100人中の、まあ、10人ぐらいに選ばれたと。そうっす。まあ、やっぱだうちの監督あの時からもう楽器にはもう何かがあると思って声をかけてたっていうことやな、言うたら。そうなんですかね。中学校の時からまあ俺中学校の時からやけど。あ、じゃあ広告入りました。1年間でも試合出たよな。てか俺と試合したよな。しました。俺選手権、うん、高校のね最後の大会なんですけど、高校と2回戦と3回戦3回戦
まあまあ普通にね、大阪ってもうみんなも知ってる通り強豪校ばっかなんですよ、ほんまに。マジでめっちゃ高校多いし、強豪校も多いんだ。高校強豪校で、まあ、うちも結構強豪校やったんですけど、ほんまにたまたまインターハイこけちゃってん。インターハイ出た？インターハイ出てない。あ、インターハイは出てない。入ってまだ1年生やったら2、3ヶ月後にインターハイも始まるからちょっとまだあれやったと思うけど、インターハイ広告がこけて俺らもこけて、その結果によって選手権組み合わせになるんだけど、でたまたま広告と同じブロックで3回戦かなんかで当たるみたいな。で当たった時に1年生の楽器がもう出てたと。で結果俺ら負けて2-1かなんかで負けてんな。そうっすね、結構接戦やったと思う、うん、すごいよなと思った。1年の冬ぐらいからはもう出てたっていう感じ。そうっすね、そのインターハイで負けてから1年から3人ぐらいトップに上がって、そっからずっとトップチームでやってて。すごいな。もうそれはずっとほんまにもうなんか落ちる時とかもなく。そうですね、僕に関しては中3の時からもうトップチームの練習参加させてもらってて、入学してからもうずっとトップチームやと思ってたら、まさか1年で A チームに行かされるっていう。ああ、最初はそうっす。戦術とかもまあ理解できてない。まあまあそれはそうやな。そうっす。すごいな、中3から練習参加でトップチームに混ざってたっていうのが。普通にだって中3と高校生結構ガタイもちゃうし。そうっす。すごいな、それ。そうなんですかね。結構それすごいと思うけどな。で、まあ最初はまあ1年のトップからスタート。そうです。で、そっからはもうずっと A でみたいな。はい。例えばその同期で言ったら誰がおるとかあるの？俺らのやつですか？うん、そのガッキーが入ってきた時の A チームというか、はい、その俺らの代も含めてな。僕の2個上、2つ上だと、うん、宮城和也君です。吉大阪の。うん。高原大地君。ああ、今、ミネベア、まあ、JFL でね、いつも戦ってるんですけど。西口レオ君。今、韓国かな。僕の動画にもね、出てもらってるんですけど。まあ、同期やったらそんぐらい。そうですね。で、下僕の一つ上だと、うん、永井和真君。元サンダの。今、見といたっけ？見たです。あとは、今掛浩輝君は、サガントス。引退したっけ？もう引退した。ああ。サガントスから、ティアマへ、はい。サガントス、ミト、ティアマ。あ、そうかそうかそうか。まあまあ J リーグ。そう思ったら、ガッキーがもう高1から入ってた A チームには、今で言ったら J リーガーが3人ぐらいもうすでにおったみたいなもんやねんな。そうっすね。そんなところにも1年生から入ってたと。まあそれはさ、うちの監督に認められて入ったってわけやん。ガッキー的にさ、うちの監督が A チームを見てると思うんやけど、あの人と出会ってこう変わったみたいな。すごいこういうの学んだな、みたいなとか。めちゃくちゃありますけど、うん、一番はやっぱオフザボールの動き出しであったり、うん、ボール受けるタイミングとか、うん、まあ、ドリブルもそうですけど、基本全体的にめちゃくちゃ学んだんで、うん、これって言って特にはないっすね。俺この前トレーニング受けて思ってんけど、戦術のイメージめっちゃ強いじゃん、はい、けどある人結構なんかオフザボールとか動作とかそういうところ結構注目して教えてくれる。そうそう、はい、俺意外やってマジで。広告イコールも戦術みたいな、もうすごいスペイン流というか、もうそっちのもうパスつないでみたいなイメージあったけど、意外に違った。ほんまに人の動き方とかマークの外し方とか、ガッキーも多分そこで学んだから、同じチームで見てたと思うけど、ほんま動き出しとかすごいから、そういうところはうちの三式というか広告式みたいなもんなんかなって思います。まあほんまにすごいな。ほんまにサッカー IQ が高すぎて、うん、うちの先生も、うん、先生行ってないです。そりゃそうやな、はい、高1から入って結果みたいな、どうやったの？その高校の間の結果みたいな、はい、その広告高校として、広告高校としては僕が1年生の時に選手権で準優勝、うん、大阪予選。ああ、そうやな、俺らの代やんな。そうです。高上がインターハイでベスト4。うん、え、全国？あ、違います。あ、大阪やな、うん、で、近畿大会で準優勝、うん、僕らの代は何もないですね。え、なかったっけ？はい、僕らの代はベスト8とかで負けて、うん、インターハイ、うん、で、選手権もベスト8とかで負けてるんで。あ、正直分かってほしいけど、高校高校なんかもめっちゃ有名。でも大阪やったらベスト8とかで負けるレベルでもあるというか、それぐらいもうほんまに均衡してるというか、大阪マジでレベル高いな。めっちゃ高いです。大阪
党員、広告、履正社、阪南、生命、桃山、三大とか強豪校が揃ってるから、まあ、ちょっとほんまに、なんで笑ってんの生命うちの監督見たら怒るでほんまに今大阪強豪校が多いからガッキーの1個下が平いや違います僕と入れ替わりですほなじゃあ広告が選手権出たんで結構そのからも何年もかかってるんだいや僕が卒業した時の1年生が全国大会平の時やろの1個ですほなじゃあ2年後ぐらいかはい今聞いてても言うたら選手権ベスト8やんはい高校のインターハイもベスト8まあすごいけどすごい結果ではないというか広告にしたんだ、まあ、でもさその代 J リーが何人出た僕らの代で3人出ました高卒ですごくない高卒 J リーが3人で楽器名古屋やん、はい、他は島津来世ですあ来世なスウェーデンうんで西村康文ってやつがエスパルスエスパルスの時 J1 グランパスは僕が高3の時は J2 で、うん、卒業した年が J1 に上がったっすあそれさ、まあ言うたらそんなにすごい結果があっていったって感じじゃないけどさ広告ってさ、やっぱり J リーガーすごい輩出するやん、うん、実際その J リーガーになった人やねんけどそれはどういう風な流れで J に行くみたいなどういう風な流れうん、その急に声かけられるとかさ、うん、なんかあるやんありますよ俺も高校の時そのまま J とか行きたかったけど無理やったし、はい、どうなったらそういう風になるのかっていう、うん、うちの先生によく言われたのは、うん、いつ誰が見に来てもいいように、うん、最高のプレーを毎試合しようっていう風に言われてました素晴らしい監督やな、うん、そうそうすごいわでも何なんですかね注目されてたからっていうのもあるんかもしれないですけど、うん、見に来てもらえる回数が他の高校よりちょっと多かったかなと、まあ、そうやな見に来てもらえるって言ってもさ高3の時高2の時に見てもらってた高2の時は、うん、国体で全国大会岩手国体だったんですけど、うん、そこ行った時に、うん、大宮アルディジャが追いかけますみたいな感じでまだ2年生だったんでそれは言われんのうちの先生に連絡がいったみたいな感じで、うん、まだ高2やから今後見たいですみたいなすごいな感じ言われてて、うん、ずっとそのまま高3も追いかけてくれてて、うんうん、何クラブか練習参加行ったりあやっぱ練習参加呼ばれるとか高校生でもあるんやあります大学生とよう聞くやんそうっすね高校生でもやっぱあるんやなそうっすね、高校の時に、うん、もう代理人をつけててどうやってつける自分でなんかつながりみたいなあお金はタダでいくそうっすまさか高校生まだ稼いでないもんなでその代理人の人が、うん、名古屋の教科部の方に言ってくれて、うん、僕が3年生の時インターハイの時に見に来てくれて、うん、でその時に僕がワンホール結構活躍して、うん、あいついいなみたいな感じになって、うん、練習参加してくれへんってなって、うん、行ってで、まあ、練習参加した時当時監督が風間さんだったんですよ。ああはい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 もうそれで OK が出たからもうその練習参加一発で決まったんですそうですすげえオファー出すわみたいな感じがあってすごいなそうですねそんな感じなんや、はい、やっぱじゃあ高3の夏ぐらいにはもう J 内定で決まってたみたいなそうです他の子らもみんな同じかような感じで言うたらいや僕が一番早かったです僕は名古屋ともう一クラブあったんですけど、うんうん、そのクラブがオファー出してくれて、うんまあ、どっちにするかみたいな選べるっていう感じだったんですけど、うんうんまあ、そこで両方とも良かったんですけど、うんまあ、名古屋選んで、まあ、その時特別指定で、うんまあ、J2 に何回かベンチ入りさせてもらったり、うん、俺さ、うん、その特別指定の学生の動きがあんまり分からんねんけど特別指定っていうのがあって例えば名古屋グランパスが特別指定しましたってなったら名古屋の試合も出れるみたいな、はい、でも広告の試合も出てるわけよ、はい、出てます俺あの時の動きがさもう全然見えへんというかだって平日グランパスの練習に行ってるってこと平日というかもう基本学校側が、うん、まずそっち行っていいよっていうふうに名古屋の方が夢じゃないですけど、まあ、そっちの方を優先しなさいっていう感じ言ってくれてたんで、うん、でうちの先生 もう行けるんやったらそっち行った方がいいんちゃうかっていう話で、結構僕は名古屋におった時間の方が長かったっすえ高校の時から名古屋に行ってホテルか何かに住んでるんや家は借りへんやん寮に住んでたっすあグランパスの寮、はい、でもうグランパスの練習ばっか出てもう試合も出るみたいなそんな感じです
ほな、じゃあ広告のあれは、その試合はたまに帰って出るみたいな。すごい。まあそのリーグ戦があったりしたら、うん、もちろん1週間帰って、うん、そっちでトレーニングして、試合出て、でも次の日からも名古屋に移動して、すごいな、過酷やな、マジで。めっちゃ見つかったです。まあでも楽しかったっすけど、それは絶対高校生でも J1 のな中でやってとか、そうそう、なったら楽しいけど、そんな感じやねん、高校の。はい、いや、俺、それ分からんかったから。確かに、そうっすよね。ほな、楽器が、まあ、一番最初に決まって、はい、そっから2人も決まってみたいな。そうですね、まあ、それも夏ぐらいから見てくれてた的な。そうですね、まあ、僕ら結構夏休みとかで遠征に行って、うん、東京に行ったり、うん、九州に行ったりとか、まあ、いろいろやってんのね。いろいろ行くんですけど、うん、その時に教科部の人が見に来てくれて、あいついいなみたいな感じで、またそれも同じような感じで。すごいな、そんな感じだよな、高校から J に入るっていうのは。そうですね、まあ、ここまでで見たらさ、もう超順調やん。はい、言うたらもう、そうっすね、高校入って1年の途中からトップチームで試合にも出てで J1 のチーム内定して特別指定で試合にも出て、はい、まあ、めっちゃ完璧やん。でこっからさ、ほんまにプロ生活が始まっていくわけや。名古屋で1年半っすね、うん、高卒からのプロっていうのは実際どうやったのかっていうのは聞きたいところやな。やっぱめっちゃ難かったっす。そりゃそうやろな、やっぱり。もうプレースピードとかが全然違いますし、うん、パススピードであったり、うん、ハンドのスピードとかも全然違いますし、うん、何よりプレスが速いし、うん、強いし、当たり負けするんで、結構体は自信あったんですけど、うん、ゴリゴリだったもんな。そうっすね、結構ゴリゴリでやったんですけど、うん、普通に弾き飛ばされる。 J1 の中に入ると全然あれでしたね。その時同級生っていうかさ、同時入団みたいなとかで言ったら誰、江野とか違う。違います。今同じチームにおる江野本って選手はグランパスやってるけど、江野とかは違う。僕1年後同期入団って言ったら早稲田大学から来た秋山陽介です。あーが今名古屋でもやってるんですけど、うん、ランディラン、あー、キーパーのとジョー、ジョーってあの外人の、そうブラジル人の、バカいいフォワードやん。得点を取ったら、うん、あれマジいかつやな、はい、高校のやつはおらんかったユースとか。高校はいないです。新卒みたいな感じは、うん、もう僕とその秋山くん。ルカク、ほなじゃあ高校卒業が誰もおらん状態ってことか。そうです、同期はいなかったです。まあ言うたらプレースピードとかそういうのってさ、大学生とか J2 とか J3 から来たとかやったらさ、こうちょっとしたら体はもう出来上がってからなれるわけやん、はい、でも高校卒業したてのまだ体もしっかり出来上がってない状態で入ったのが一人だけっていう感じやな。そうですね、あとは二種登録、ああ、はい、ユースから3人上がってきて、一人が菅原由紀奈、今代表 A 代表で、うん、え、菅原ってあの菅原、そうです、え、すごいやん。そうです、と、うん、あと藤井春也っていう今の名古屋で、うん、一回 A 代表入ってたんですけど、うん、あと成瀬俊平、すごいメンツやな。そうです。じゃあその子らも一緒にやってたんだよ。そうです。で、ゆきなりはもう開幕したんで。すごいな。そうです。いやー、それはすごいわ。まあでもやっぱそこはプロの壁というか、そういうのを感じるよな。そうですね。絶対に。特別指定出てないんだよ。出てないです。ベンチは入って。ベンチ入って出てない。はい、特別指定が半年ぐらい。そうです。7月から。うん。で、シーズン開幕するわけや。はい。で、そこからは、その名古屋1年目。どうやった？名古屋1年目も J リーグには出てなくて、うんうん、ルヴァンカップ、ああるな、ルヴァンな、には2試合、浦和レッズ戦とサンフレッチェ広島戦、うんうん、に出してもらったんですけど、うん、デビュー戦が、うん、のマッチアップした相手が牧野と選手強いな心折れてる。やっぱ違う、相当やばかったです。牧野さんって多分ほんまにやばいんやろな。いや、すごかったっすね。映像でしか見てないけどマジですごいんやと思う、うん、いや心折れたよな。心折れました。もう片手で押さえられて、うん、動けなくなったんで。マジで J1 の壁なんや。そうっすね、やっぱそんな感じになるんや。なります。もうほんまにそら代表でずっと出てた人やし、そらレベルはちゃうと思うけど、はい、結局じゃあ1年目はルヴァン2試合っていう感じ、はい、2年目はどうしたの？2年目は、うん、
半年だけ名古屋に、うん、グランパス、はい、まあ、だいたい高校の時から考えたら2年間と。で、それもルヴァンカップで、うん、大分戦、トリニータ戦でベンチからだったんで、その時伊藤博樹、ああ、A 代表ばっかやな、ね、が、釣ったかなんかで、うん、ポジション全然違うんですけど、サイドバック出て、僕がサイドバックで出て、まあ、ラスト5分ぐらいです。考えられて、僕が俺のシャドウぐらいかな。僕がサイドバックで出て、それだけですね。その5分で終わっちゃったと。で、そこから盛岡にレンタル。レンタル移籍しました。まだだって契約期間的に言ったら高卒やから3年ぐらいあるんじゃん。そうっすね、3年でした。だからまだ1年半終わって残り1年半ぐらいはあるっていう状態。はい。で盛岡にレンタル。そうです。でその時の監督が今のレイラックのとしみさんっていう、まあこれもすごいね、サッカー界のあるつながりで、ね、そうっすね。としみさんがおってとしみさんに呼ばれて行ったっけな。いや普通に名古屋の練習試合に盛岡の強化部の人に来てくれて、で取ってくれる。あ、まあ、出てないんならうちに気になる。まあ、名古屋側からしてもな、それはもったいないやん。その使わずに置いてるのは。いい選手やったとしても。だからまあ成長してこいよみたいな若さもあるし、ね、そうですね。っていうので、盛岡行ったみたいな。はい。それは半年。一応半年行って。一応半年で帰ってくるよって言われて、行くみたいなね。初めの方も全然出れなくて、うんうん、残り5試合か6試合ぐらいで、スタメンを勝ち取れて、うん、そっから出始めて、2点。うんうん。5試合で2点やったら、まあまあ、いいよね。セレッソ。U23。そうです。あが、プロ初の。おー、いいね。で、その次の試合のガンバ大阪23で2点です。 U23 懐かしいな、はい、あったもんな昔は。 そうです。それで2点目、はい、で、そこでシーズンは終了。そこからもずっと決めですけど、出てたのは出てますけど結果の骨折に。 J1 から J3 に行くっていうのは、まあ、環境もそう変わる、まあ、レベルも変わると思うんですよ。やっぱそこは結構大きかった。環境が落ちたって言い方したらあれやけどさ、はい、まあ、選手としては自分がさ一番試合に出れる環境に行くことっていうのも大事じゃん、うん、その感じで言ったらどんどん自分の中の感触としては。まあでも試合に出れましたし、うんうん、試合感をつかめたので、うん、まあ、大事よな、うん、はい、うん、自分的には正解だったなと思った。その判断で、はい、それはでもほんまに選手は多分大事やと思う。まず試合感とかそういう感覚つかむっていうのは必要なことやから、まあ、若いし全然レンタルで行ってもいけるっていうのもあると思うし。でその半年が終わって帰るか帰らへんかっていうのがね、レンタルの遺跡の人は、はい、そこはどういう感じだった。あ、そんなにかっつり聞いたらあかんかもしれんけど、まあでも盛、うん、岡は契約延長してほしい、うん、まあ、残ってほしいってなるかな感じ言ってくれてて、で名古屋もサウジアラビアのマテウス、うんうんうん、えぐいやつな。名古屋戻ってきた前田直樹くん、いろいろ僕と同じポジションの選手取ってたんで、折りすぎる感じで、そうっす、うん、ただ戻っても出られへんしなーっていうのがあったんで、うん、その契約延長してもらって、うん、もう1年盛岡で、じゃあ計1年半か、うん、そうそう。まあ確かにあのマテウスとかおったら戻りたくないな。そうそう、シャベルとかもちょっとなんかな、戻ってきていいって言われてもちょっとこれ出れるかって普通になるよな。そうそう、その立ち位置やったらその選択するな。でほんなまあ J3 また1年、まあ1年半な。もうその時点でもう J リーグ全然行ってるよ。特別してる時名古屋 J1 やろ、 J1 上がったやろ。ああ確かに。でこれすごいな。だってまだその時20歳ぐらいじゃん。その時まだ20歳です。20歳で全部行ってるってすごいな普通に。あ、それで盛岡終わりました、はい、そっから海外行ってんな。そうです。それはなんかさ盛岡の延長があるのか契約満了なのか、それともこうガキがこう海外に挑戦したかったからなのか、海外に行くまでのその流れというか。僕高校卒業の時にもう海外に行きたいっていう気持ちはあったんや、めちゃくちゃあったんで、うん、名古屋でも強化部の人とかと喋って、うん、海外挑戦できるんだったら行きたいですっていうふうに言って、うん、海外に挑戦させてもらったっていうのはあります。うん、まあそれって名古屋のレンタルで海外行ったってこと。いや完全に行きました。あ、契約的にはもうなかった。あと1年あるよな、はい、1年あるけどもう切って代理人通して海外に行ったみたいな。そうです。それできるっていうのもすごいな。だって J でも別に多分 J3 か J2 やったら多分あったやろ、チーム探せば。どうなんですかね、まだそんな全然話してなかったんで、うん、海外行きたかったんで。もうそれやったら契約切ってもいいんで行きます、ね、うん、でラトビアに行ったと、はい、それはもう代理人のつながりで、そうですね、ラトビア行った方がいいよみたいな。
行った方がいいとか、チームあるよみたいな、うん、ラトビアとか分からんから、うん、環境とか収入面とかそういうのどんな感じ？環境は雪国なんで、うん、お金持ってるチームじゃないと室内練習場がないんで、きついな。基本僕が移籍した BFC、うん、タイムフピルスってところは、うん、冬場だともう雪かきから練習を始める。すごい。それはまあお金ないチームってこと？そうっすね、まああんまりないチームというか、うん、そんな言い方しちゃうんですけどリガ FC っていうところと、うん、RFS っていうところの2強だったんで、うん、そこ以外のチーム、まあお金持ってるチームももちろんあるんですけど、うん、若手をその育成させるチームみたいな。ああ、はい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 、まあ、ブライトン的な感じでいい。そうっす、見たらそんな感じですね。お金はなかったっすね。ああ、マンチェスターシティとかユナイテッドみたいな感じじゃないけど、まあ、しっかり若手をこう伸ばしていくような、うん、そうっすね。でもそこに結構移籍できたのはでかいんじゃないですか。そこ移籍して、うん、またそれも試合出れるようになりましたし。結構出た向こうだ。向こうは結構出てましたね。得点も取って。まだ2点っす。あ、実際その、まあ、向こう行ってさ、外人枠みたいな感じで行くわけやん。はい。それは、まあ、お金的にはちゃんと生活はできる。あ、生活は全然。あ、もう全然サッカーでできますけど、ね。はい。ラトビアってそんな感じなの？まあ、外人枠やったら、全然行けるよって感じ。そうです。チーム内には仕事してるんですか？いやいないです。そこはもうしっかり、まあ、日本でいう J2 ぐらい以上というか。そうですね、まあ、J3 でも多分、うん、ぐらいの、まあ、お金の感じはある。そうですね、まあ、海外ってやっぱ、まあ、そういうのないとかも多いから。ありますね。でそれでラトビアに行って、ラトビアが2年。1年です。で移籍したのが FC テラフィア。え、ラトビアで1チーム行ったやん。はい。2チーム行かんかった？ RFS と契約して、言ったらあれか、結構大きなところに契約して、そっからレンタルで出ていくみたいな。 でさ、初の海外挑戦が、まあ、ラトビアで始まって1年。はい。いいわってなった、その段階では。まあそうっすかね、まあ、海外には行きたいっていう気持ちは今でもあるんですけど、あ、まあでもやっぱ J にもう一回戻りたいなっていうのがあったんだよね。そりゃそうやろな。で日本帰ってきたと。あっ、こっからよね。そうっすね。こっからね、さらにこうディープな感じに、ね、なっていくんよね。今もね、一緒にやってるってことはそうやね。日本に帰ってきてティアモに入ったと。俺正直あれ見て、えって普通になったよ。はい。え、大垣 JFL 来んのみたいな。はい。正味さ、俺の中ではそのグランパスのイメージあるし、はい、ブルージャーでも活躍してるってイメージあるし、はい、下のカテゴリーの子らが海外行って逆輸入っていうか、こっち帰ってきて、はい、JFL とか地域に行くっていうのはまあ分かるん、はい、でも J リーガー J1 とかの選手が海外行ってこの下のカテゴリーに来るっていうあれがなかった。そうですね。それはやっぱ帰ってきた時にさ、 J もう一回行きたいわってなって帰ってきたわけよ、はい、J リーグ的にはなかった、チーム的には。なかったと思います。あ、それ代理人の人と喋って、うん、探せはあるけどとは言われたんですけど、うん、まあでも僕のプレー見ずに取るって言われても試合出れるかもわかんないし、確かに、すぐクビって言われてもなんか嫌じゃないですか、うんうん、まあな、サッカーの世界しな、まあ、ちゃんと試合に出て活躍してもう一回 J に戻れるようにっていうのを代理の人と喋って提案を選びました。 JFL で。そうっす。実際ね、 JFL もほんまに J にめっちゃ行くことも全然あるし、 J の人も結構見に来てるし、チャンスはね、ほんまに転がってるところやから、まあ、それこそな、うちの監督が言った通りの、誰が見に来てても行けるようなっていうのもあるしな。まあそういう判断というか、せざるを得なかったっていう、まあ言い方もあるっちゃある。そうですね。帰ってきた時に、まあそういう感じになったと。はい。で、JFL リーガーがスタートしたと。はい。多分やけど、そこで初めて仕事するわけやんな。そうっすね。高校卒業して何年？高年ですか。高校卒業して5年間サッカーで食ってて、そっから JFL に来て初めて仕事しながらサッカーするっていう。実際どうやった、これ、その環境変わるやん、言うからだいぶ、はい、まあでも普通の会社に僕も働かせてもらってたんで、うん、営業やった、営業はできないんで営業無理やろ、俺は少しな、いや、俺少しな、それ YouTube でやってたから、いやいや、あと試合の時な、あ、そう、ちょっと間違えました、後ろから押すからな、いや、あれはもうちゃんとした理由があります。ほんまに見てほしいもんね。不動産、不動産か。で、不動産をやりながらサッカーする。はい。まあこれ JFL リーガーは主流やな、正直な。そうですね。チームによっては全員プロもあるし、チーム内でもプロ契約の選手とかもあるし、全員が仕事してるってチームもあるけど、基本7割方 JFL リーガーは仕事しながらサッカーしてる。
まあ初めてな経験、はい、それはどう思った普通に。逆に新しい環境というか、うん、身を置いてってなったんで楽しかったです。楽しかったっていうのはいいよな、はい、でもさ、サッカーにかけてた時間がさ、はい、結構削られちゃうやん。もともと俺もプロ契約やって、サッカー選手しながら仕事するっていう生活にこっちに来てから変わったけど、はい、やっぱケアの時間もないし、トレーニングの時間もないし、てか時間ないっていうか、確かに時間あんねんね、あんねんけど休憩する時間がなくなるみたいな、一日中全部動き回ってるみたいな感じになるわけ、はい、それはさ、やっぱ結構ネックではなかった。慣れるまでは結構しんどかったです。そりゃそうやな、はい、高校生からやからバイトもしてないぐらいからってことで、はい、バイトもしたことないです。バイトしたことなくてサッカー選手で5年やってで普通に就職するみたいな。そうっす、きついな、それは結構難しいと思う。ほんま心配で仕方なかったっす、うん、正直、うん、お前できるんかなっていう。あちょっとさ、まあ掘って聞くけど、実際 J からなくてさ、はい、JFL に来たわけやん、はい、自分的にさ、これ俺もやばいかなみたいなのなかった？わありました。あ、やっぱ思う、はい、それはそれはそうやな、はい、J1 スタートやしな。そうですね、もうそろそろかなっていう。あ、まあ、やっぱちょっと考えるよね、はい、これめちゃくちゃリアルやと思う。まだ若いって言ってももう24やし、考え出す年やと思うし、まあ多分スタートが高かった分、環境とかお金の面とかいろんなもの、もうまあサッカーの質の面とかも明らかに J1 とか絶対落ちてるから、はい、その状態でやっぱそういう考えは絶対出てくると思うし、まあ、それでもやっぱ続けようってなったっていうのはそのなんでなの。まあでもやっぱサッカーはシンプルに好きですし、うん、まあ、やっぱりもう一回J に戻りたいっていうのもありますし、うん、サッカーやめたらどんな人間になんねやろっていうのがちょっと怖いっす。あ、それは多いよな、サッカー選手は多分めちゃくちゃ多いと思う。サッカーがない自分が想像できへんっていうのは確かに、まあ、それはリアルよ。まあでもサッカー好きやからこそそれが出てくんねんけどな。そうそう、それで、まあ、JFL でやったと、はい、でティアモから今年の夏レイラックに移籍してきて、まだ2、3ヶ月ぐらいか、はい、JFL 何年目？2年目か。2年目ですね。いやーすごいなー、そう思ったら俺よりももうサッカー歴先輩もプロ選手っていう選手になってからの歴、はい、結構シビアなところではあると思うんですけど、まあ今もね、仕事をしながらサッカーでもお金もらいながらっていうこう主流な生活でやっていってると思うけど、本人的には今後まあ、どうしていきたいっていうか、まあ、サッカー選手としてこうなっていきたいみたいな。まあやっぱり J には戻りたいですし、うん、今の目標としてはやっぱりチームと一緒に、契約と一緒に J3 に上がるっていうのが一番の目標ですね、うん。まあ、今一緒のチームでこうやって対談して話してるけど、チームメイトでありながら同じポジションやし、ライバルでもあるし、まあでも何よりもね、J に行きたいっていう気持ちは俺もそうやし、変わらんもんやし、そういうところでこうやってね、話聞いていったけど、楽器はまあ多分若いし、まあ J にね、こう行ってほしいっていう気持ちもあるし、どこで行くかとか分からへんけど、はい、もっともっと頑張ってほしいよね、同じチームとして。そうです。グローリーチャンネル、こんな感じでね、結構ディープなサッカー選手のリアルな話とか、あんまり俺の YouTube って俺のリアルはだいぶ届けてるけど、他の選手の話とかそういうのって今まであんま出してこうへんかってんけど、せっかくね、同じチームメイトにこんなにおもろい選手がおるわけだし、この前ね、うちの監督とのトレーニングっていうのもあって名前も出てたし、まあ、俺も正直こうチームメイトやけど、ここまで詳しく話を聞くことっていうのはあんまりないから、やっぱり練習場で会うっていう感じやし、まあそんなにね、こうディープな話をできるような感じじゃないから、わちゃわちゃしてるだけですわちゃわちゃしてオラついてくるだけです。いや、オラついてないです。今日はほんまに俺も知らんかった話めっちゃ多かったから、マジでええ時間やった。ほんまありがとう。マジでありがとう。残りね、俺ら4試合か、はい、J リーグにね、レイラックしてが上がれるかっていうねところなんですけどね、まあ、この動画を見た方はね、僕たちの応援よろしくお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お願いします。では皆さん、バーイ。